家電量販店で、ハンドスケール、バーゼランドを買ってきました。
駆除の走行は間接と一体型になっているので、別作動はしません。ウサシップを外し、強いものを取り付けます。無双状態でミニフライングベースを使う場合、全体を交換する必要があります。フェイスパーツはインクジェットプリントだと思うんですが、初期のゴーライアイのセンジャーに比べるとかなり良くなっています。ハンドパーツは握り手、フラ手、フラキ手、武器持ち手の4種類が付いています。それと武装につけるハンドパーツも付いています。武装の可動範囲を見ていきます。ここはボールジョイントになっています。